ホンダ RC100 は、ホンダ技研工業の技術者によって作られた、プロトタイプの F1 マシン。1993年に完成し、鈴鹿サーキットでテストされた後、クラッシュテストで破壊された。RC101 と RC101 バイトと呼ばれる2台の車両も製造され、プロジェクトが終了する前にテストが行われた。その後、ホンダは RC100 を、 r c f 1 0 x RC101 を RCF11.5X, RC101 RC バイトを RCF12.0X と呼んでいる。1992年 F1 で圧倒的な強さを誇ったホンダが新たな挑戦を求めて、ホンダは北米のチャンプカーワールドシリーズにチャレンジするために1984年から 行ってきた F1 のエンジン供給プログラムを終了すると発表した。しかし、エンジニアたちは、1960年代以降、行っていなかった、古本田製の F1 マシン製作に挑戦し、独自のプロジェクトを立ち上げた。当時の本田は、エンジニアのモチベーションと指揮を高めるために、エンジニア独自プロジェクトを作ることを奨励していた。 ホンダのモータースポーツ予算の中からエンジニアが現実的にプロジェクトを作れるように毎年特別に資金を確保された。しかし、これらのプロジェクトはホンダ技研工業のバックアップを受けておらず、実際にはエンジニアたちは自分の時間を使って個人的にプロジェクトに取り組まなければならなかった。1990年代初頭 F1 シャーシの仕組みを研究するために、 栃木県のホンダ技術研究所栃木研究所の量産車エンジニアが勤務時間外のボランティア活動として F1 ーシの設計を始めた。1991年に最新の F1 シ,シーにアクセスできなかったためエンジニアは RC100 のモノコックとサスペンションを計算、解析して開発しなければならなかった。1991年後半にはマクラーレン MP4 6に搭載されていた1991年製、ホンダ F1 エンジン RA121E の中古品を入手し、リビルドすることができた。RC100、r c f 1 0 x のテストでは、モノコックやサスペンションの性能には満足していたが、風洞でのテストでは、車シシーの空力特性に満足していなかったため、次のマシンの開発を促すことになった。RC100 は、 白に塗装され、ホンダの R&D エンジニアから白いカラスの愛称で親しまれた。ホンダ技術研究所のシャシー設計チームは、1993年の F1 レギュレーションに完全に準拠し、前作の空力問題を解決するために、別の F1 シ,シーの製作に再チャレンジすることを決定した。1992年に、 ホンダのエンジン供給プログラムで使用されていたものと同じホンダ RA122EB 型 V 型12気筒エンジンとマクラーレン MP4-7A をミラーリングしたホンダ製6速セミオートマチックトランスミッションを搭載した。1992年にはまだ完成していなかったがホンダ技研工業の川本信彦社長はホンダからの後ろ盾はないものの プロジェクトの存在を認めていた。完成した RC-101、r c f 1, 1 5 x は1993年2月に一部メディアに公開された。その後、ホンダのエンジニアたちは1993年のレギュレーションに適合していることを確認するためにフィーザによる衝突テストを行い、実車を破壊する必要があった。 さらにもう一台の車が製作され、最初の公開テストが中島悟のドライブによって1994年1月に鈴鹿サーキットで行われた。その後、RC-101 のテストは終了し、ホンダは新しいカートプログラムに集中した。現在、ホンダ学園関西港に所蔵 RC-F12.0X の開発で最も力を入れられたのは、 ダンツキボトムなど、当時の最新の技術的なレギュレーションに対応させたことだ。F1 は1994年3割のグランプリでの死亡事故を受けて安全性に配慮したルール変更が行われ、その後、1995年のレギュレーションに基づいた3代目の F1 マシンが製作された。RC101 バイト、RCF12.0X は、 段付きボトムや隆起したノーズコーンなどの新開発を行い3.0リットルの無限ホンダエンジンと1998年までのブリヂストンタイヤ採用に向けて溝付きブリヂストンタイヤを採用した RC100RC101RC101 RC バイトは栃木県のツインリンクモテニーで開催された2001年のホンダフェスティバルでのデモ走行を経て破壊される予定だった 最終的に RC100 はホンダテクニカルカレッジ関西に送られ、あとの2台はツインリンクモテギにあるホンダコレクションホールに展示された。ありがとうございます。